初代、中村歌右衛門完成3年10月29日は、江戸時代中期の上方の歌舞伎役者。野号は加賀屋、縄文は祇園神。拝名に一咲、一洗井など。本名は、大関像。医師の大関主眼の子として、加賀国金沢に生まれる。陽名を柴之助。芸事が好きで、教法15年頃から旅役者の一座に加わり、初代。 中村現左衛門の門人となり中村歌之助を名乗る。中村歌右衛門と改名したのは漢方元年頃であると言われる。地方の芝居で活躍するうち力をつけ、よく漢方2年11月に慶の総雲座の舞台に立つ。関延元年には大阪に出て11月冬かごず骨群の久野谷に金吾で人気役者となる。その後も歌右衛門の活躍は続き、 作者、並木昭造と提携して、桑名や徳造入選物語、桐太郎天狗坂森、日本一、若目狩新寺などの初演を務める。法暦3年12月には、大阪三条座の京成アムイで山名総運を務め、実悪の頂点に立つ。法暦7年3月には、江戸志村座に出て、法暦10年には森田座。 聖花雲聖官の七変化書作時で大当たりを取り、名実ともに三と随一の人気役者となる。この時、四代目、市川團十郎と舞台を共にしたのが縁で、終生変わらぬ友情を育む。後歌右衛門の野豪は四代目の時に聖駒屋となるが、これは初代と團十郎との絆を記念して、團十郎の野豪成田屋の一時を取ったものである。 それまでの歌え物の野号は、初代の小国から、かがだった。旺盛な舞台活動の傍ら作者としても活躍し、中村歌七の名で、創作活動も行う。天明2年11月に、かが歌七と改名、歌え物の名は、門人の初代、中村東蔵に譲る。歌七改名後も、舞台活動を続け、完成元年11月系の妻田ユーザ カルカヤ総門畜氏イエズとの神道左エモンのが最後の舞台となる。墓所は石川県金沢市東山のマナリ寺。旅役者から大芝居の座頭に出世した立志店中の人である。清水清春、蘇我イルカ、日本木エモンなどを当たり役とし、大らかな花のある芸風だった。頑固鋭く執念深い役柄に秀でていた。時代物。 世話者に長寿風刺功績ともによく実悪の名人と称された。子に三代目中村歌右衛門がいる。ありがとうございます。